どいよ、避けてって言ったのに。君が平気でも、僕が鼻が痛いよ。うぐー。君が避けてくれないからだよ。本当に？話はあと。待てないよ。追われてるんだよ。ここまで来れば大丈夫だよね。追われてるんだよ。それ以上は僕の口からは言えないよ。無関係の人を巻き込みたくないからね。
羽？羽って何？背中？はねえ。うぐ。よいしょ。あ、ほんとだ。羽があるよ。かわいい羽。羽だよ。最近流行りなんだよ。話は後。話してよ。でも、でも。とりあえずこの中に入ろう。
分たい焼き屋さんだからだよ。それは。大好きなたい焼き屋さんがあって、たくさん注文したところまでは良かったんだけど、お金を払おうと思ったら財布がなくて、それで走って逃げちゃったんだよ。うぐー、仕方なかったんだよ。話せば長くなるんだけど、複雑な話なんだけど、実はすごくお腹が空いてたんだよ。それだけ。ひどいよ、そこまで言わなくても。だって本当にお金なかったんだもん。それでつい。それに後でちゃんとお金払うもん。本当だもん。うん。そうだ、やっぱりたい焼きは焼きたてが一番だよね。君も食べる？おいしいね。ううでも、たい焼きは焼きたてが一番おいしいって。うぐうぐ、真似しないで。うぐ、そんなことないもん。
もうたい焼きあげないもん。うぐ。僕、そんなの気にしないもん。うぐ、意地悪。お金持ってる時にちゃんとまとめて払うもん。うん、約束だよ。だからはい、僕からのお裾分けだよ。やっぱり焼きたてだよね。僕はアユだよ。月宮アユ。ううん、なんでもないよ。じゃあ、これでさよならだね。また会えるといいね。うぐー、いいんだよ。嘘つき。おかえりなさい。ずいぶんとじっくり吟味したのね。何かあったの？ダメよ、喧嘩したら。
私も昨日遅刻したから。お愛子だよ。それじゃあすぐに晩ご飯にしますね。あ、お母さん、私も晩ご飯の準備手伝うよ。おはようございます。ふにくー。おはようございます。うにゅ、あれ？私、寝てた。大丈夫、慣れてるから。うん、いいよ、いっぱいあるから。何個あったらいいかな。ちょっと待ってて。
お待たせ。どれでも好きなの貸してあげるよ。本当はもっとたくさんあるよ。ううん、そんなことないよ。どれがいい？私が選んでいい？だったらこれ。一番上の白い目覚まし時計だよ。全然オッケーだよ。私、そろそろ寝るね。いいよ。夜は、おやすみなさい、だよ。朝だよ。朝ごはん食べて学校行くよ。
朝ごはん食べて学校行くよ。朝、朝。